貸し本は貸し本屋が貸し出す書籍及び雑誌の総称である。またそのような業種自体を指すこともある。本校では主に業種としての意味合いで貸し本を解説する。戦後にできた貸し本屋はほとんどが廃業した。写真は東京、根津二丁目にあった仲良し文庫。江戸時代出版技術の発展による観光物の増加や写本の流通量の増加によって 一般大衆にも読書の習慣が広まった。江戸時代の庶民にとっては本を買い求めて読むよりも貸本屋や行商人から権利を払って読むのが一般的であった。長友千代寺は昨日は今日の物語のものの本売りにしたという記述から貸本屋の誕生を官営始め頃と推定し、原読頃になると 貸本中心の行商本屋が出現したと指摘している。貸本屋は、版元からの直接購入、貸本屋同士の売買、貸本類仕入れ書などからの購入、貸本屋自身による作成の4つの方法で商品を揃えた。江戸時代の貸本屋大野野野草八の扱った蔵書を見ると、人情本、シャレ本、国慶本、創造詩をはじめ、伊原再西閣や極定罰金といった。 有名作家の作品、軍書や兵書、ジョールリボンや実録本まで、そのジャンルは近世文学全般に及んでいる。20世紀初頭から、歌手本屋は江戸川乱歩や手塚治虫をはじめとする数多くの大衆小説家や漫画家の作品を刊行して、読者数を増やし、怪奇漫画や歌手本劇画などの新しい文化を生み出した。戦後、小説や漫画対抗本、 月刊誌を安く貸し出す貸し本の店が全国規模で急増した。後に登場するレンタルビデオ店の先駆的な存在である。貸し本の店は大衆娯楽小説や少年漫画などの単行本、青年、少年、婦人雑誌などを提供する場として1960年代初頭まで日本全国に溢れていた。1940年代末からは漫画を中心に、 貸本の店専用書籍も刊行され、墓場、北郎などを生んだ。1950年代後半からは、図書館の充実、図書全般の発行部数の増加、出版社が販売する雑誌の主軸が月刊誌から児童や庶民でも安価に購入できる週刊誌へ移行したことなどにより、一部の店舗が一般書店に転向したかは、急速に減少。 1960年代半ばに店舗を持たずに書く、家を回る巡回式貸本業が一旦ほぼ消滅し、貸し本専用書籍も1960年代をほぼ最後に後を絶った。現在貸本の店は小規模で経営する店舗が少数存在するのみである。貸本自体は無店舗経営で本を宅配する業者などの誕生や、口実する大規模ビジネスへの移行の動きなど、 新しい段階へと移行する兆候を見せ始めている。しかし、現在の貸し本は、ほぼ通常の販売用の書籍、雑誌のみになっているため、著作権者側から目をつけられるようになった。2006年、貸し本には著作権者が、対予権を行使して使用料を徴収するようになった。以後、漫画を中心に新しい動きが広がっている。戦後貸し本の店が多かった理由としては、人々が、 当時まだまだ高価だった書籍を買うよりも借りることを望んだことがある。もう一つ別の側面として、著作権法では制定当初、第三者が書籍を別の第三者に対応することを著作権者が認める権利の存在を想定していなかったため、著作権者に許可を取らず自由に本を顧客に有料で貸す商売が、個人レベルでも比較的簡単に企業できたということもある。 この他に、貸し本の店では主に娯楽系の本を扱っていたため、古書店のように書籍全般に詳しい必要はなかったこともある。1984年には貸予権が制定されたが、これは当時、急速に全国へ拡大したレコードレンタル店に対応するためのものであり、書籍への貸予権は、書籍または雑誌の貸予による場合には、当面の間、 適用しないという文言が記され、長らく放置されていた。21世紀初頭より一部のレンタルビデオ CD チェーン店でコミックを有料レンタルするビジネスの動きが出始めた。理由は、インターネットのブロードバンド化によって、音声、映像を直接ユーザーに配信するビジネスが拡大し、その影響による店舗売上げの減少対策が挙げられる。 あるいはショップで使用するレンタル作品のメディアの主流が DVD となり、ビデオカセットよりも保管スペースを取らないため、空いた空間を埋めるために始まったなど諸説ある。先述した通り、貸本業は過去の遺物のごとく見られがちで、著作権問題に厳しい大手出版企業も以前は、貸本についてはあえて黙認していたようだが、いずれにせよ。 著作権者にとっては漫画記者や大規模な中古書店チェーンの存在同様無視できない状況になってきた。企業の各種ロビー活動が活発化した結果2005年には著作権法が改正されてコミックを含む書籍に対与権を適用することが認められた。さらに出版物対与権管理センター著作権者代表と日本コンパクトディスクビデオレンタル商業組合の 話し合いが難航の末、2006年末に暫定的ではあるがまとまり、2007年2月1日からは、書籍レンタル使用料をレンタル業者から、徴収、著作権者へ還付する制度が始まった。これらのように、貸本業は、ブックレンタルビジネスへと拡大する土壌が整いつつ、ある。なお、わずかに残った、旧来からの、いわゆる、貸本屋は、 既得権として使用料免除を申し出ることができるが、増書数1万以下の小規模店に限られる。この動きを受けて、レンタルチェーンショップツタヤを運営していた、カルチュアコンビニエンスクラブの当時の子会社株式会社、ツタヤは2007年4月から、コミックレンタル事業を本格的に開始すると発表した。2007年4月、日本最大級のオンライン中古書店 e ブ o k o f が、 宅配型コミックレンタルサービス、コミカルを開始した、太陽圏の制度化を契機に、コミックレンタルの新ビジネスが登場した。長友千代寺、金星、貸本屋の研究東京堂、出版、1982年5月、45ページ。長友千代寺、金星、貸本屋の研究東京堂、出版、1982年5月、 144から161ページ、京都における宅配貸資本業の終焉に立ち会った、話が、挑戦者たちの P77P88 に、残賞者たちとして収められている、昭和40年代の話と思われる、一般社団法人出版物体予見、管理センター管理委託契約約款参照、第10条全条に関わらず、全国貸資本組合連合会の会員、 またはそれに準ずる旧来からの、いわゆる、貸本屋と認められる、事業規模及び、営業形態のものであって、かつ、以下の要件及びを全て満たしたものについては、委託者は受託者に使用料の免除を申し出ることが、できる。平成12年1月1日以前に、旧来からの、いわゆる、貸本屋として、営業を開始し、転開業などをせずに現在まで、その営業を継続している。 物貸子本体小出版物が1万冊以下のもの。東京、根津の仲良し文庫の場合、蔵書数は7から8万に達していたため、営業を継続していても、例外規定の適用は受けられなかった。読売新聞東京市局、滋賀勝也連載、町の市、母の人柄に集う客今も、コミックレンタルのフランチャイズ展開を、本格開始化し本屋に関するカテゴリー、ありがとうございます。